別荘とは、普段生活している家とは別に、比較的短期的な秘書、帰還、保養、休養などの目的で、気候や風景の良い土地、温泉地などに作られた一個だけの家。本質は日常生活を送る住居ではなく、余暇のためのレジャー施設である。現代日本語の場合、集合住宅の形をとる別荘を、リゾートマンションと呼ぶ。別荘を所有することは、 古くはヨーロッパにおいても貴族など一部権力者の特権であった。しかし18世紀後半のフランス革命を発端として19世紀後半にかけて各国で近代ブルジョア社会の機運が高まっていくとヨーロッパ諸国では一般市民が財をなすことも可能になっていった。これら有酸階級の人々は かつて貴族が行っていた風習を模倣し始め、その一つである別荘も所有するようになった。また当時の音楽家や画家、小説家といった芸術家も作品によって得た財産から別荘を所有し、試作の場として使用することがあった。例として音楽家では、ヨハネス・ブラームス、グスタフ・マーラー、ヨハン・シュトラウス2世、リヒャルト・シュトラウス、セルゲイ・ラフ・フマニノフ、 ピョートルチャイコフスキーなどが知られる。リハルト・シトラウスが使用したバイエルン州、ガルミッシュ・パルテン・キルヒエンにある別荘。グスタフ・マーラーは、ベルター・コハンのマイアーニックに別荘を構え、その裏山に作曲小屋を建設。この小屋で、公共曲第4番第8番を作曲している。ポール・セザンヌが使用した、X のジャス・ド・ブ・ファン別荘。またヨーロッパでは、 長期休暇や引退後の生活を別荘で送ることが多い。イタリア語には秘書のために郊外の別荘で過ごすビレジョバトゥラという言葉がある。もともとバカンスはごく限られた人の特権であったが、1930年代に有給休暇が導入されたため一般に広まった。バカンスの過ごし方は多様で、自由に移動しながら旅行を楽しむ人もいれば、 バカンス用賃貸マンションなどに滞在する人もおり、移動を好まない人は、山や海沿いなどに邸宅を購入することもある。神奈部高原大津区江山六の別荘エリア日本では、古くは別業とも呼ばれ、天皇や貴族の邸宅を、都の郊外の風光明媚な地に別業を送れがあった。平安系では、佐賀、白川、鳥場、宇治、山崎周辺などが有名であった。そのほとんどは、 現在失われてしまったが、平等院や大覚寺のように、別業、離宮の一部に由来する寺院が存在している。明治時代以降、政治家、財閥、家族等のエスタブリッシュメントが来日外国人を真似て西洋風の別荘レジャーを楽しむようになった。関東地方では、湘南の鎌倉、江ノ島、葉山、大磯など、近畿地方では、北摂の宝塚、美濃、 また、すま、足屋など、海や山を近くに望めるような地や、郊外の里山、丘陵地、農村などを選んで大構えの別荘別邸を設け、個人の余暇のほか、接待、また隠居所などとして使用した。これらは、大半が、東京、大阪の都市近郊交通網の発達に伴いよう、大都市圏の膨張、都市下の波に飲み込まれ、戦後までに大半が、通勤住宅地下し、 別荘地ではなくなっている。その語学者や文化人など西洋文化の洗礼を受けた層も別荘を求めるようになった。大正時代には大手資本が箱根、軽井沢などに広大な山林、原野を取得し別荘地開発を行い、レジャー用の贅沢品の一種として別荘が一般に販売されるようになった。当初は山層、別邸というより手狭で簡易な山小屋程度のものが 多かったが、都市部の富裕層を中心に人気を呼んだ。戦後もこの流れが続き、軽井沢、箱根をはじめ、立島、山中湖、那須、清里、房総、伊豆高原、伊豆半島、伊豆諸島など、大都市圏から離れた山間部や海岸の別荘地が開発された。バブル景気の際には、リゾートマンションが相次いで建てられたり、 太陽村など別荘地ではなかったところにまで開発の手が伸びた。本来の利用目的ではなく、投資、投機目的をうたって各地で開発、分譲が行われた例も数多い。このためバブル期に開発された別荘地はもともとの条件が悪く利用価値の低い場所や道路すら造成されず、整備自体がろくに行われていないような土地もあり、バブル崩壊と共に売却されたり、 放置されて、荒れ地、廃屋となったりしている物件も見られる。原の商法や、それに近い詐欺的手法で、偏僻な場所の土地や建物を、売りつけた例も、少なくない。バブル期以降、一部の別荘地はなお活況を維持している。ものの、ニーズの変化や長期間に及ぶ、個人消費の落ち込みなどから、日本全体においては旧来型の浮きを離れした秘書や、別荘レジャーは、 収束に向かいつつある。バブル期にりに開発を行った新興別荘地は廃れた。大方の別荘は根崩れしている上に売れず、衰退する別荘地も増えている。またレジャーの多様化により、別荘を取り巻く環境も変化しており、所有する別荘同士を交換し海外の高級別荘へのロングステイを楽しむといったホームエクスチェンジのような 新たな別荘活用法を模索する所有者も増えてきている。新幹線の開業や自家用車の普及、商業施設の充実などにより一部の別荘地では観光地化して別荘利用者以外の層を誘客している場所もある。別荘地に定住、移住する層も現れ、レジャーではなく田舎暮らし向けの林間住宅地と貸し始めている事例や、 大都市に比較的近い地域では単なる郊外、住宅地、ベッドタウンとなっている場所も見られる。一部の別荘地所在自治体では、別荘地に定住、移住する層の転入により、人口が増加しているほか、自治体全体では人口が減少しているにもかかわらずその自治体内の別荘地やリゾートマンションの住民は増えているという例もある。ただ別荘利用者などの定住、長期滞在は、 立体や組が多くを占めており、他地域からの転入者によって、予測以上の高齢化が進んでいる。レジャー施設であるという別荘の本質から言えば、別荘地ではありえないはずの医療、介護などの問題が起きている。低収入かつ生活力に乏しく、日常の移動も容易ではない高齢者が、公共サービスの提供やライフラインの維持管理において、一般住宅地と同一ではない別荘地に集中する。 ことによるスラム化の懸念など、これまでには想定されていなかった課題が生じている。スラム化防止や健全な風俗の維持、良好な環境の保全のため自治体の休養地、学校、宗教団体など公益法人の構成施設、企業の保養所として先に分譲し、残った小型の区画を個人に割り当てる販売方法を取る業者や民泊利用や貸別荘の営業に規制をかける。 方針を明示した別荘地所在自治体も現れている。管理上次のような問題もある。また、各別荘地では所轄の郵便局が配達の便宜上別荘や別荘地内を区分し、個々の別荘にハウス番号等と呼ばれる数字やアルファベットなどをつけており、宅配業者などもこれを利用している。別荘にも住居表示のように掲げられているが、これらは住居表示に関する法律とは、 無関係の記号であり、住民基本内調法上の住所、地盤とも異なる。別荘の本質は日常生活を送る住居ではなく、床のためのレジャー施設である。税制上も、生活に通常必要でない資産、すなわち、ゴルフ会員券、競争場、宝石、貴金属、骨董品等と同様の贅沢品としてとして、取り扱われ、主として、趣味、娯楽。 保養または干渉の目的で所有する不動産として定義されている。しかし夏や冬の間だけ過ごしたり、長期休暇中のみ使用するといった一時滞在のための施設ではなく、週末に郊外で生活するためのものや、遠距離通勤者が職場の近くに身を置くための仮住まいといった日常生活上長期間継続して反復される滞在に使用される物件については、 セカンドハウスとして生活必需品の取り扱いが受けられる場合がある。これは家族が離れ離れになって暮らす単身不妊の解消に拠点居住に拠点生活のようなライフスタイルの多様化。1992年の農林水産省によるグリーンツーリズム提唱などの諸政策を反映したものである。週末に生活するための住居の中には単なる郊外ではなく、 風光明媚な地や農産漁村、温泉地などで山歩き、散策、当時、園芸、魚釣り、マリンスポーツなど田舎暮らしを楽しむため、つまり本質においてはレジャー施設と大差ないものとしてとして使われている例もあるが、1月に1度1泊2日以上過ごす物件については、これをセカンドハウスと認定している。地方自治体に セカンドハウスであると認められた住居は、不動産取得税、固定資産税、都市計画税の軽減など、税制上優遇される場合がある。これは、別荘地に建っているか否かといった立地を問うものではなく、日常の用途に充てられていれば、セカンドハウスとして扱われるが、その要件は、自治体の定めるところによる。アラブ首長国連邦アルメニアインド韓国キプロス。 台湾中国日本北海道東北地方岩手県宮城県福島県関東地方茨城県栃木県群馬県千葉県東京都神奈川県中部地方山梨県長野県新潟県静岡県愛知県岐阜県近畿地方三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県中国地方広島県山口県四国地方香川県九州地方福岡県長崎県大分県 鹿児島県分類不明フィリピン、香港、マレーシア、イタリア、スペイン、ドイツ、フィンランド、フランス、ブルガリア、ポーランド、リトアニア、ロシア、アメリカが集国、カナダ、配置。ありがとうございます。